ちょっと前までは面白い話ばっかりやってたんですけど、実はもう曲をちょっとやっぱ聴いてもらおうかなと。いやようやく。ようやく。M1 はね、前、はるかカナダ前に聴いていただいたと思うんですけども、いや、できてるんですよ。5曲とかできてるんですけど、で、それもやっぱちょっと聴いてもらおうかなということになりまして、で、ハッツの M2。はい。2曲目。これもうちょっと和調なね、曲で。うん、またこのね、A メロのその酒井くんのギターのニュアンスがめちゃくちゃ良くて、これ難しいやろ。めちゃくちゃ難しかったです。この役者になれるかもしれんね。酒井くんその演奏聞くとなんかな、息継ぎが感じれんねんか。だから生き物の感じがすごくするというか、俺結構エコッと言うてんね今。すごい、すごいですよ。もうありがとうございます。って言うなってことで。いっぱいに言います。え、どこまで聞いてもらおうか。ハッツ M2 はイントロから A メロ、A メロ一杯？そうですね。A メロ一杯まで。はい。はい。では、ハッツの M2 のイントロから A メロ一杯をお聞きください。どうぞ。はい、皆様どうだったでしょうか。というよりもその前にイントロで切るなっていうことで、お前平面なのでって今言うんだよ。これ見てる人絶対思ってますよ。本当に次回は、そんなことなしにイントロからメロはちゃんと聞いていただきたいと思います。失礼しました。どうもハツでした。